ペガサス航空2193便着陸失敗事故は2020年2月5日にトルコで発生した航空事故である。イズミル発イスタンブール業の国内線だったペガサス航空2193便がサビハニョクチェン国際空港への着陸時に滑走路を逸脱した。乗員乗客183人中3人が死亡し179人が負傷した。 この事故は、ペガサス航空が起こした初の死亡事故である。また、この事故のおよそ1ヶ月前の1月7日にも、同空港で、ペガサス航空機が、オーバーラン事故を起こしていた。2019年7月に撮影された、事故機事故機はボーイング737から 86J であった。この機体は、2009年1月に、エアベルリンに納入されたもので、2016年から、 ペガサス航空の機材となっていた。2193便は、イズミルからイスタンブールへ向かう便で、現地時間17時22分にアドナン・メンデレス空港を離陸した。サビハニョクチェン国際空港の滑走路06へ着陸したのは18時19分ごろであった。事故当時、イスタンブールの天候は悪く、大雨に加えて強風が吹いていた。 管制官はパイロットに270度から22ノットの風があり、突風は30ノットと伝えた。その後風向きが変化し、19ノットという強い追い風になった。また、突風や雷雨も報告されていた。トルコの運輸大臣によると機体は着陸後、減速せずに滑走路をオーバーランした。事故により機体は分断され、特に機体前方は激しく損傷した。 乗客らは機体の破損した部分から脱出することを余儀なくされた。また、衝撃により火災が発生したが消防隊によって沈下された。当初、乗員乗客に死者はなかったと報告された。しかしその後、トルコの保健大臣は3人が死亡し179人が負傷したと公表した。ペガサス航空の CEO は、ブラックボックスの分析が開始されたと述べた。 パイロットたちは警察で事情聴取を行う前に病院で治療を受けた。当局は予備報告書を発行した。事故当時、操縦は機長が行っており、計器の監視は副操縦士が行っていた。着陸侵入中、2193便の先を飛ぶ、便が37ノットの追い風を管制官に報告していたが、この更新はトルコ語で行われていた。 そのため、オランダ人の服装重視は内容を理解できなかった。着陸後、スポイラーと逆噴射装置が展開された。しかし57ノット付近でスポイラーは格納され、逆噴射装置もオフになった。ありがとうございます。